ではそれではお待たせいたしました。本日はですね、実務家講演会、20代60代で合格から開業まで、で、お二方とも司法書士レックで勉強されて、笹倉で勉強されて、で、短期合格一発合格されて、で、割と早い段階で、お二方とも開業されたというところで、まず受験時代から合格そして開業に至るまでの体験談をいろいろインタビュー形式で伺っていこうかなと思っております。で、まずですね、向かって右側、小宮山先生、ちょっと簡単に自己紹介を、司法書士を目指したきっかけも含めて、お願いします。小宮山と申します。よろしくお願いします。私は定年まで40年間会社員として働きまして、充実したいい年月だったなとは思うんですが、やはり会社という組織の中で長いこと働いたんで、定年後は一人で何か個人で何か仕事をしてみたいなという思いもあってですね、この司法書士を目指しました。結構社会人受験生としてすごく覚えているのが、仕事とで割と責任ある立場だったり、仕事の時間と家のことの時間だったり勉強時間と、やっぱり勉強するのに、仕事しながら勉強するって時間の捻出ってすごく苦労されたと思うんですが、その中当時の苦労話とかありますか？主としてやはりあれですね、朝の時間5時ぐらいから出勤までの勉強、それから、通勤が長かったので電車の中で勉強、ただ時々過去問集をドタッと落としてですね目が覚めたりしましたけど、通勤時間が時間、あと夜寝る前とかです、かなり細切れの時間をいかに活用するかというところが大きかったかなと思います。最初からですが、やっぱり佐々木クラスとかテキストを見て思うんですけど、非常に重点、何が大事か、何が大事じゃないか、もう大事じゃないと言ったとか一切見ないというのが一番大きかったかなと思っています。結構ですね、短期合格される特徴の方、多いのが出ないところにこだわらないってすごく大事なことなんですね。司法書士ってそれでなくても全部で11科目と情報量多いので、じゃあ11科目を全部同じだけテキストの載っていることを全部網羅していく勉強が果たして受かるための勉強と言えるかっていうと、必ずしもそうではないですね。出題可能性だとかに応じて強弱をつけていかなければ、残念ながら司法書士試験、もう長年勉強してるけどもなかなか合格にたどり着けないですという状況になりかねないので、ですからメリハリをつけた勉強というのは内容においても時間においても必要なのかなと言えると思います。では太田先生お願いします。はい、太田と申します。私平成26年に合格して、今33年なので7年ぐらい経ってますね。今令和4年ですね。司法書士を目指したきっかけは大学生の時でした。漫画でカバチタレっていう行政書士の漫画があるんですけども、その漫画を読んで、こんな仕事がしたいと思って、まず行政書士を最初目指したんですね。で大学在学中に、行政書士の資格を取ったんですけども、資格を取った後でこれは弁護士じゃないとやっちゃいけない仕事なんだっていうことを分かって、どうしようかっていう時に、大学卒業間近だったっていうこともあったので、司法書士を、就職して仕事しながら目指そうと、3年ぐらいやってみようというところで、勉強を始めました。司法書士事務所に、大卒で就職して、就職といってもアルバイト形式だったんですけれども、仕事しながら、勉強しました。すごく私も当時生クラスで覚えているのが、こんなに若いのにもう合格っていう目標に突っ走って、結構そのブレずにもう結構生クラスでも一人でコツコツ淡々と勉強して、すごく覚えているのが、覚えてます？1週間の勉強のご褒美が好きな映画を見ることみたいな、
で、それを唯一のなんかね、ご褒美として、それ以外はコツコツもう、ね、働きながらのやっぱね、時間的な苦労もあったと思うんですが、勉強されてたと。で、結構その勉強を続けていくためにはモチベーション上がるときもある、下がるときもあるけれども、ある程度頑張った自分にご褒美を与えるというのはすごく大事なことだと思うので、ぜひ受験生の皆さん、ご自身に、私最近よく言うのがご褒美とペナルティーとこういうところを、これをかけていただいて、よく頑張った時には自分にご褒美を与える。で、ダメだった時にはアプリ1個消すとかね、なんか我慢するとかペナルティを与えるとか、ああいう感じで、そこの強弱をつけていただくといいんじゃないかなと思います。では、そうですね、受験勉強中さまざまな苦労話ってのは多分あると思うんですが、辛くなかったです？特に友達とか遊んでたりだとかっていう周りの環境だとか見て。そうですね、ちょうどもう皆さんみんな遊びたい盛りで、バーベキューやったり、キャンプ行ったりスノボ行ったりみんなしてた中で、一切私は誘われても行かないっていうのを貫きました。お酒も飲みませんでした。もう本当家でテレビ見るだけです、娯楽といえば。それをずっと受験勉強中は続けました。まあ、受かるためならっていう感じでしたかね。そうですね、受かりたかったというところで、お酒飲んだら記憶が飛んでっちゃうなと思って、はいはい。では、そうやって頑張って、短期合格されたわけですが、合格後からで、結構ね、もう合格後から早くに開業したいとか太田さんとかおっしゃってましたし、で、小宮山先生も合格からも即独立で、就職しようっていうのは思いました。結構年齢によって、もしくは地域によって、特に地方の方だと就職したくてもそもそも近くに事務所がないというエリアの方もいらっしゃるし、で、早くに開業したいという方にとってみると、長々ね就職先で働くということを想定してない方もいらっしゃるんですが、そのあたりどうです？最近はちょっと違うようですが、私が合格した頃は採用を、募集している就職支援に連絡してもですね、年齢を言った瞬間64歳ですって言ったら、いやって言って、所長さんみんな30代40代だから、2、3断られましたですね。ただ、どうしようかなと思う、一応経験として働いてみたいなと思ったんですが、どうしようかなと思って迷ってる時にレックに来てですね、話してたら、講師の先生と話してたら、いやもう大丈夫ですよ、今言ってた速読してっていうんでですね、勇気いただいて即独立というか、自宅 の、 玄関脇の和室をリフォームしてですね、事務所にして、で開業しました。結構その即独立というのができる業界ではあるんですよ。でもちろん実務ついてから、試験と実務って同じところもありますが若干違うところもあるので、実務ついてからその地域の先輩司法書士に教えを請いながらだとか、あと同期だとかで情報交換をするだとか、もうね経験がその後の自分の武器になっていくというところで、多分ね最初太田先生も開業されて、あれいろいろねご苦労されながら経験積んで今に至るっていうところだと思うんですが、なんとかなっちゃう世界ですよと。で、あと、先ほど小宮山先生からもありましたが、受かった後結構その就職口ってあるのかというご相談よくいただくんですが、今もうものすごい選ぶほどあるんですよ。で、これは年配の方であったとしてもですね、就職したいという気持ちがあるのに、就職できないという方は基本的にはいないです。で、この基本的にはっていうのは、ご本人がもうそもそもこれね、就職そこに事務所に入りたい気あるのぐらいな感じで、行ってやるよみたいな感じでちょっと大変な面接とか行くと、ちょっといやいやみたいな感じではあるけども、そうじゃなければ、ね、普通に、どの事務所にしようかなっていうぐらい、こちらの側からむしろ売り手なんですよ。選ぶほど事務所はあると思っていただいて、これは過去のご自身の職歴だとか年齢だとかに基本関係なく、ね、不動産登記中心の事務所がいいかとか商業登記中心の事務所がいいかとか、個人開業型がいいのかそこそこでかい事務所がいいのかと、ある程度選択肢というのがあるので、ね、ご自身にとって、一番良い、要は事務所というのは将来的に開業を考えていらっしゃる方にとっては、経験を積む場
として、それはいろんな形で選ぶことができるので、そこはもうね、受かっていれば就職口はいっぱいあるよというのは今は言えます。ってことでまずは受かりましょうというところです。では太田先生って割と若い方ってそんなに最近開業意欲がある方ってそんなに多くはないんですが、当初から開業したいって感じですね。そうですね、私は結構高校生の頃からなんですけど、アルバイトの面接ことごとく受からないっていうなんか現象があって、なんか雇ってもらえないタイプなんじゃないかなと思ってて、でそういう先入観があったので、自分は自分でやるしかないなっていう、そうですね、大学の就職活動してても全然受かる気がしなかったんで、ちょっとサラリーマンにはなれないんだなっていうふうに私は思ったので、独立最初から目指してました。でも太田先生は一旦事務所で経験積んだ、その受験生の時の補助者からで、どういったその勤務として働いてた司法書士の時ってどういった案件やってました？はい、最初まっさらの状態で入った司法書士事務所、アルバイトだったんですけども、個人事務所で、弁護士さんとの共同事務所だったんですね。で個人事務所に多いやっぱり相続でしたり、商業、簡単な商業登記だったり、あと弁護士さん絡み の裁判所に提出する書類の作成でしたりとか、そういった町 の法律家っていうんですかね、そういった町医者みたいな幅広くやっておりました。でも早くに開業されたい方っていうのは、大きな規模の事務所に入るよりは個人事務所に入った方がやっぱりその一人で回していくっていう経験は積めると思うので、早期開業を目指されてる方は割とそういった個人何でも一人でやります的な事務所で、あと割と個人で例えば住宅地で開業しようだとかって考えていらっしゃる方が都心のど真ん中の、でかい司法書士法人とか入ってると積める経験って全然違ってくるので、自分がこうなりたいなと思うような事務所で経験を積むといいのかなと思います。あとはね、就職っていう形じゃなくてもこれも地域によって違ってくるんですが、今配属研修だとかもちょ、今ちょっとコロナの影響で、若干制限はあると思うんですが、配属研修って場合は研修の一環で、期間は短くはなるんですが、事務所に実地研修みたいな形で、経験を積むっていうこともできるので、受かった後は経験を積む場もあるし、ただあとはもう受験生さんは頑張って受かっていただくというところに向かって突っ走っていただきたいかなと思います。でじゃあ太田先生、実務経験どのぐらいで開業しました？はい、どのくらい、 2,3 年ぐらいだったと思いますね。実務経験としては 2,3 年で、できるなと思って開業しました。で感覚的に小宮山先生速読、速読率で、太田先生 2,3 年で実務経験で、小宮山先生は社会人経験があるとこういうところで速読でも結果的になんとかなりましたと。でじゃあ社会人経験ない状態で太田先生どのぐらいやっぱ必要だと思います？経験って 2,3 年ってやっぱ必要です？そうですね、 2,3 年個人事務所でやれば同じ個人事務所を開くのに、十分な仕事内容っていうのを一通りできるので、2,3 年やるっていうのも一つの手かもしれないですね。小宮山先生ってそのあたりどう考えですか？先ほど佐々木先生が配属研修っていうのを話したんですが、合格した後私神奈川ですが、神奈川の書士会で実際の事務所に全般2週間、から後半3週間配属されて、同じようにヒアリングをしたり書類を作ったりっていうのをやらせてもいただいて、それで実はですね、その場で覚えきれるっていうのはやはり5週間ですからそれほど多くないんですが、実際に独立してですね、分かんないところがあった時に実は事務所の人に電話してですね、法務局からこういう補正言われたんだけどどうしたらいいですかねって言ったらですね、いやそれはこうするんだと手順をよく教えていただいたりしてですね、非常に自分が思っていた以上に司法書士の何て言うんですかね、仲間というか書士会の人って非常によく
まあ、ある意味競争相手だと思ってたのがそうじゃないんだと、仲間みたいなんでよく教えてくれるのでですね、それはちょうど開業して7年ですけどですね、この間も難しい案件があってよくわからないんで、近くのよくなんかレックで講師もやったような方にですね、聞いたら親切にですねペーパーにまとめて教えてくれまして、まあ、それでなんとかそれをペーパーを見ながら法務局とやり取りをして乗り切ったという案件もありますので、なんていうんですかね、まあ、実務経験で覚えられない分もかなりそうですね、なんとか結構その資料って独立系ではあるけれども縦のつながり横のつながりって大きいですよね、うん、なのでそういったところで経験を共有できるという同期の仲間を作ったりだとか、あとその支部会っていうのはね、その地域の会があるので、そこの先輩司法書士に聞けるという人脈を持っておくというのが結構それが大きな財産になっていくのかなと。で同じように、ね、自分もそういった立場になったら教えてあげたくなるし、っていうのが割と司法書士ってそこの垣根が低いのかなと思います。あんまりなんかライバルライバルみたいな関係ってそれほど強くはないですよね、はい、では開業してみて良かったことをお伺いしたいんですが、小宮山先生どうです。まあ、仕事としては、まあ、個人のお客さんが多いんですけど、個人のお客さんだけなんですが、やっぱり一番大きいのはですね、会社員生活40年やっててですね、ああよくやったなと思って、若い時は上司から褒められたりもするんですが、結局会社で仕事がよくできると仕事の報酬っていうのは仕事なんですよね。あこれよくやったな、じゃあ今度これやってみたまえっていうんで、えまたこれもやるのかという、まあ、悪い意味じゃないんですが、まあ、まあ幸せな時代かもしれませんが、ステップアップするためにどんどん負荷が増えていく。ところがこの開業して感じたのはですね、まあ、報酬いただくわけですね、仕事して。報酬いただくだけじゃなくてとても感謝されるんですね。あこんなに喜ばれるんだと。毎回お仕事が終わるとまあ、お金というか報酬いただくのにこんなに喜んでいただけるなっていうのは、やっぱり40年間の会社員生活ではなかったといいますかね、そこが一番大きいかなと思いますね。そうですね、その仕事のね、そうですね、まあそのサラリーマンの場合は仕事 の対価が次また仕事みたいな、やりがいにはつながるかもしれない、会の組織内でのキャリアアップを目指してとなる方にとってはすごくいいのかもしれないけれども、でも司法書士になってくると、それが全部自分に仕事として、まあ次お仕事いただけるというのももちろん仕事の対価が仕事というのはあると思うし、プラスそこに報酬もついてくるし、何より、その方のお役に立てるとこういうところと、まあ感謝されてものすごくやりがいを感じられる、ストレートにそこはやりがいに感じられるところだと思いますので、まあこれは大きな特に開業している人にとってみると魅力なのかなと思います。では太田先生ってその開業してみてどうです。はい、私はもう大学卒業からずっと司法書士 の業界にしかいたことがないんですけれども、まあ、勤務と開業で比べる と、やっぱり勤務時代はボスがいてボスの判断に従って、問題解決をするという道筋がこう決められているものなんですけれども、開業してからはその道筋を自分で作ってゴールも自分で決めて解決し問題を解決していくっていうところでとてもこのやりがいを感じるようになりました。なんかこう社会の役に立ってるなっていうのを実感できるように、まあ、少しだけですけどね感じることができるようになりました。でそうですね、伴ってやっぱり責任感もやっぱり今までボスが取ってくれた責任を自分で取るようになったので責任感もかなり当時と比べたら強くなったんじゃないかなと思ってます。あと給料面も当時勤務司法書士の給料って、まあ、結構安かった、今とは比べ今よりも全然安かったんで、まあ、そこと比べると自分のお給料も結構増えたなっていうふうには思いますね。時給換算するとまあかなり
良くなったんじゃないかと思います。それもね、大事な大きなモチベーションになると思います。で、結構ですね、その司法書士の給料は、例えばその、いきなり就職して、一般のサラリーマンの方でいうと、じゃあ実務経験積むためにさっきの配属研修という形ではなくて、就職として事務所に入った、たとえ司法書士資格を持っていたとしても、司法書士事務所の側からしてみても、ね、頑張って育てて、すぐ、辞めるかもしれない人だったりするじゃないですか。もっと言うと、事務所に入ってきて、うちの事務所に合わないねという方も中にはいらっしゃったりするんですよ。双方にとってね、自分が求めたい経験はこれじゃないという事務所もあったりはするので、一生懸命教えたのに経験だけ積んで、例えば3ヶ月とか半年で辞めますみたいな方も中にはいなくはないんですよね。でそれは双方にとって、ね、合わない事務所にずっといるっていうのは不幸なことだし、で、なので結構その最初からいきなりがっぽりということは、ね、こちら側としてもね、司法書士試験受かりました、試験には受かったけれども実務経験まだないですという方だと、今度事務所側からしても一人前の司法書士育てなきゃいけないというところもあるので、結構最初のうちはそんなにね、思うようにいきなり受かって今までいうのに週給料何倍も、ね、年収増えましたとかいうバラ色の世界が始まるわけではないですよね。まず経験がこの後自分の武器になっていくと、でそこで育ててもらって、独立されるとこういうところも面がありますの で、あとそうですね、組織、このままいてほしいと思える人材だったら、ある程度は、お金出すしかないとこういうところも経営者側としてあったりするので、なので、開業したいのか、もしくはこの中でキャリアアップをしていきたいのかというのも、今のうちからなんとなくぼんやり考えてみると、受験に対するモチベーションは上がっていくんじゃないかなと思います。では現在されている業務で、具体的にどういったお仕事、メイン業務って小宮山先生の事務所って何が多いですか？自宅が住宅街にありまして、自宅で開業してますので個人のお客さんが、全てって言いますが、そうするとやはり相続ですね、ご主人が亡くなって奥さんが残されて、その不動産の登記名義を変える、相続登記のお仕事ですね。あるいは高齢になったり、あるいはちょっと体が不自由だっていうので、何ですか、銀行の手続きとかそういうのもちょっと大変だとでいうんで、遺産承継っていうんですかね、全般を引き受けするというような仕事、ですから最初に話したら、相続ですね。あと実際に相続は始まってないけれども、遺言書を書きたいと、そういう遺言書を書くお手伝いをする、公正証書で遺言書を作るんですが、文案を作って本人が読んでもらったりして、あとそれを公証役場持ち込んで公正証書にするとかいう仕事ですね。結構多いです。今年に入って1ヶ月ぐらいで5件の遺言書を書きたいという方の相談がありまして、それをお受けしているんですが、遺言書、あと多いのは成年後見ですね。やっぱり高齢で、やっぱりちょっと主人がどうも認知症なので、成年後見の相談、財産管理ですね、それがかなり多いですね。そんなところが仕事のメインです。はい。で結構その成年後見の案件だとかっていうのは、ご高齢者の財産管理、主に認知症になって、ご自身でちょっと正常な判断が難しいというようになった時に、その方の財産管理をしていくというところで、昔って親族の方が後見人サポートにつくことが多かったんですが、近年だと親族よりは第三者、こういった司法書士が弁護士がなることが多くて、なり手としては司法書士が一番多いというところで、今後少子高齢化だとかで、ますますね、活躍が期待されているところで、割とそのあたりもですね、増えてくるのかなと。あと今ねお話があった相続登記の案件が多いというのは、皆さんね新聞とかで見聞きされているように、今後相続登記義務化という方向に向かっていくのも決まっていますので、そのあたりから、ちょっともうほったらかしになってた相続登記なんとかしなきゃというきっかけになることも多いし、このあとですね、かなりそこの仕事量が増えていくんですよ。でこれも増えるのは間違いないですよね。なので皆さんぜひとっとと受かってくださいねとところです。では、太田先生の事務所は、具体的にどんなことやってます？はい、私も個人事務所でなので相続関係が多いですね。
まあ、ただ私の場合行政書士さんとか税理士さん、あと弁護士さんとか社労士さんとかいろんな事業の人と仲良くやっていて、いろんな事業から紹介があります。弁護士さんはやっぱり遺産分割調停が終わったから相続登記してくれとか、税理士さんだったら顧問先が法人なりするから会社設立やってほしいとか、まあ、役員変更本店移転やってほしいとかですね。あとそうですね、行政書士さんだったら、それも不動産登記だったり商業登記だったりのご紹介いただくことが多いです。あと相続はもう個人のお客さんが相続登記してほしいと、で物件終わったから売りたいんだっていうことであれば不動産屋さんに紹介したりですね、結構幅広くやっております。あと最初の目的だったかばち垂れることもありますね。お金を返してくれないだったりとか、物を壊されたとか、そういった140万円以内の簡易裁判所の管轄の事件もたまにやってます。あとは成年後見もやってますね。これは埼玉、私埼玉の所沢なんですけれども、後見は今すごいニーズが多くて、もう毎日毎日その後見の司法書士の団体リーガルサポートっていうところから新しい案件が来ました、誰か受けませんか、誰か受けませんかっていうのがもう毎日毎日来るぐらい件数は多くなってると思いますね。でたまにこう直接連絡来てやってほしいんだけどって言われるんですけど、私今5件 6人ぐらいですかね、後見補助補佐、後見監督とやっておりまして、ちょっともう手が回りませんのでっていうことで断ってるぐらいですね。で、あとたまにその新株予約権を発行したいベンチャー企業さんとか、M&A とか事業承継とかいう案件もたまに来るんですけれども、東京のやっぱり同期から聞くと、結構そういう複雑な案件多いみたいなんですけどね、私埼玉ではそこまで今のところ多くないのかなっていう印象です。はい、かなり幅広く個人事務所でも割と商業の方も積極的にされていると思うんですが、そういった司法書士って比較的他の事業からいただくことって多いじゃないですか、お仕事ご紹介いただいたりだとか。でそもそもそういった弁護士さんとか税理士さんだとか行政書士さん、つながりってもともとどっから来るんですか？そうですね、私の場合行政書士の勉強をしている時に、資格の学校ちょっとごめんなさい別の話なんですけど、そこの一緒で受験生だった人とずっと仲良く連絡取り合って、で開業と同時にこうじゃあ今度から頼むわって言って仕事して紹介してくれるようになったり、税理士さんはそうですね、友達が高校の友達が税理士事務所で勤めてるとか、あとそうですね、起業した知り合いが頼んでる税理士事務所がなんか司法書士を探してるとか、そういう結構偶発的なことが多いんじゃないかな。あと弁護士さんは新規開業者懇親会みたいなのがあって、いろんな事業が集まって初めましてと、そういうのに1回だけ行ったことあるんですけどね、そこで知り合った弁護士さんから今でもメールで依頼いただいてますね。私から相談することももちろんありますし、なんか結構お互いいろんな資格事業ね、医療協力会的なものもあると聞きますし、であと割とその前にやった何かの仕事のつながりで名刺交換しましただとかっていうところでつながっていくっていうのことも多分多いと思うんですけれども、小宮山先生もいろんな方とお知り合いになる中でそれが次の仕事だとか、いろいろつながっていくことってまあ、あったりいたします？その事業以外でも基本的にですね、前のお仕事をさせていただいた人がから紹介を受けるというのがとても多くて、多いですね。一番最初に開業した頃、最初に担当したお仕事をいただいた方がさっきもちょっと考えてみたら10人ぐらい
常にその友達だとか実家の隣のうちの人だとかですね、ほとんどその、ね、個人のつながりで、だからそういうなんていうんですか、最初にお仕事した人から、まあ、どんどん紹介、またその人の紹介というようなことでですね、増えていくのが多いなと思いますね。あ、そうですね。相続登記のとかもなんか気になりながらほったらかしてるって、友達にやったんだよこの間相続登記、いや俺もやんなきゃいけないんでちょっと紹介してっていうの流れっていうのは結構多いと思うので、そうですね、遺言なんかもある人やったら書いたよって言ったら、じゃあ私もというのとかですねやはりそうですね、基本的に紹介だけですね。そうですね、割とそれが続いていくっていうのが、ね、でご自身は気になりつつやってなかった、でも知り合いにそんな使用書知っていなかったりもするので、じゃあ紹介してっていうのはかなり多いというような聞くとは思います。で、ではこれからじゃあ皆さん使用書士になろうと頑張ってらっしゃる、もしくはなろうかなという時に、使用書士の業界現状と今後ってどう思います？ね、いろいろネガティブな意見を言われる方も中にはいらっしゃいます。私に直接ぶつけてくる方もいらっしゃいますが、現状ね、お二方とも開業されてて、それを肌感で、どのように考えていらっしゃるのか、小宮山先生どう思います？先ほど先生から佐々木先生からご説明あったの、相続登記の義務化、これもともとご存知のように東日本大震災で被災した土地を高台に建物を建てようと思って、土地を買おうと思ったら登記簿と実際の所有者が全然合わないというんで、全国の調べてみたらですね、約2割九州に当たるぐらいの何でしたっけ、所有者の不明の土地があると。でその不明のうちの、どういう内訳だっていうとですね、約 66%、 3分の2がですね、相続登記をしてない、親が死んでお子さんが使っていてもお子さんの名前にしてない、あと残りの 33% か 4% はですね、名前は変えてるんだけど引っ越してもその住所が変わってないというのでですね、今回民法と不動産登記法でそのちゃんと相続したんなら相続登記してください、住所変わったんなら住所変更してくださいというようなことが義務付けられて、来年の4月1日後順次それから実施していくんですね。ですから、こういう新聞報道を見てるせいか、実は住所変更登記っていうのはそれだけやる人っていうのは普通ないんですよね。売る前に名前が住所が違ってるから急遽入れるとやるというのが多かったんですが、去年6年目にして初めてですね、住所変更だけやりたいというそれだけの登記申請を頼まれたりですね、それからちょうど昨日法務局から戻ってきた案件はですね、60年前にお父様亡くなられて相続が捨てられたので、ずっとずっとだけどやっぱりこうそういうなんていうんですかね、今はまだ新聞報道を見た人が来てる段階ですけど、これが来年以降もっともっと多分ね、そのメディアだとかで取り上げられる機会増えますよね。義務化になるとですね、これかなり増えてきて、むしろやれるのかなというの感じは一つするというのと、あとちょっと先ほど太田先生の方から話がありましたけど、成年後見ですね、これ確かに神奈川でも書士会の方でこんだけありますけど引き受け手がないんで、もう一回再掲してるんでいませんかとかですね、かかってくるということで、仕事は少なくとも相続登記、あともう一点ですね、相続で言えばすいません、なんか私が試験受けてた頃は年間亡くなる人、死亡する人は120万人ぐらいだったんですが、去年の速報値の推計あれで145万人と、亡くなる方、多死時代と言われてますけど亡くなる方が増えてるんで、相対的にそちらの方の相続の仕事も増えてくるんだろうなと思うのでですね、30年先はどうかっていうのは私も読みませんが、少なくとも向こう10年はですね、仕事は減ることはないし増えるだけじゃないかなというちょっと肌感覚ですけど思います。もちろんそれに使用書士のじゃあ合格者が
すごく多かった時代で900人ぐらい合格者いたんですが、ただ現在司法書士の合格者って500人ちょっとなんですよね。なので、ね、新人司法書士さんがすごく多いかっていうと、その仕事量に対して、全然まだ足りないとこういう状況で、ですから受かった後、ね、普通に就職もできるし開業してもなんとかなっていけるという方が非常に多いという傾向はあろうかなと思います。小田先生ってどうです？はい、私は現状はやっぱり司法書士の王道といったらやっぱり不動産登記とか、まあ、金融機関から の、担保権の設定がメインな事務所が多いのかなっていう印象はありますね。まあ、これが一番安定収入っていうのはなんかすごい私も感じます。ただ私はそういった不動産屋さんでしたり銀行との付き合いはもうほぼほぼない、ほぼゼロの状態でやっておりますが、やっぱり個人のお客さんのニーズっていうのはかなり現段階でもあるんだなって思います。で、あと司法書士業界なんか優秀な経営者さんが増えた印象があるんですね。大きい法人がどん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 増えてきてると思います。すごいピカピカの経営者がどんどん生まれてで、まあ、それに伴って資格者のニーズっていうのがすごい高まってて、もう常に募集常に募集、誰か来てください誰か来てくださいっていう事務所が結構増えて、まあ、待遇もどんどん良くなってっていうのを感じますね。なんかこうネガティブな情報っていうのは全然今は聞かないですね。で、将来的にはそういった規模がどんどんでっかい、事務所が増えて一人事務所っていうのは、まあ、減っていくのかなとは思いますね。なんていうんですかね、社会的にそうですよね。なんか大きいところがどん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 こう拡大していって、小さいところがこう減っていくっていう、なんかそういう流れが確かなんか経済的にあったようななかったような気がするんですけども、まあ、確かに一人事務所は何か自分に会った時に代わりになってくれる人っていうのがいない分、ちょっとね、お客さんにとってはやっぱ人がいっぱいいる方が安心なのかなっていうのはあるかもしれません。そうですね。なんかでも割と私もいろんな司法書士に意見、ね、聞く機会、もちろんその出身の合格者だとかね、いわゆるところ情報交換とかする機会あるんですが、結構合格者の中でも別に開業を考えてないっていう人にとってみると、大きな事務所に入って中でキャリアアップをしていくと、共同経営者社員を目指していくという人もいるし、あとそうですね、逆に依頼する側にとってみると、なんかね、大きいドーンとした組織だと、なんかちょっと敷居が高すぎるという方も実際依頼人にとってみると、むしろ個人事務所の方が相談しやすいというニーズも、これは消えることはないと思うんですね。で、結構個人事務所でもホームページだとかから、ね、仕事の依頼だとかっていうのも ありますよね。なので、それはね、じゃあ個人事務所がなくなるのかっていうと、私はそんな風には思わないと思うんですが、なのでいろんな形で活躍ができるよという感じではあるかなと思います。では、司法書士になって、ね、その直接ありがとうだとか、ね、気になってた相続登記がすっきり解決してよかったわとか、いうところ、お金回収できてよかったわとか、いろいろあると思うんですが、こんなことやりました、こんな経験できますよだとか、やってよかったこと、ね、印象に残ってるお仕事だとかあれば教えてください、小宮山先生。まあ、仕事っていうんではないんですが、各書士会にですね、高校から例えば法律教室やってくださいという依頼が来たりするんです。で、私もですね、まあ、ちょっとコロナになってから下火ですけど、2年ぐらいまで年に数回ですが、その高校で先生をしたと。で、69になってですね、高校の教壇で話ができるなんてのは、これはやっぱりこの資格がなければないかなというぐらい、まあ、ないかなと思っております。あと、今世の中で話題になっているのは空き家ですね。その各市町村に空き家対策委員会というのが設けられているんですが、
私の住んでる市でもその空き家対策協議会が設けられまして、で私もその、まあ、先輩から引き継いでその委員をやらせていただいて、あこういうこともあるんだなと60代70にして 今もまだやっていますけど経験させてもらったので、まあ こういうことあと完全にまた話が長くなるボランティアですが、あの児童養護施設でですね、あの、まあ、児童養護施設今新聞で、あの今後は18歳を超えてもいられるようにするっていう話がありますけど、今のところは18歳までで出なきゃいけないんですね。そうするとかなり法律的なトラブルに巻き込まれる子どもたちが、子どもたちが、まあ、生徒さんが多いのでですね、まあ、あのこれボランティアですが、その法律、あの児童養護施設で法律教室をやってですね、こういう点だなんだよ、一番大事なのは何かあったときはここに連絡するんだよっていう相談窓口はこういうところにあるよっていうようなのをですね、まあ、あのもちろん児童養護施設からの要請があって、あ要望があれば OK する、そういうグループがあるんですが、まあ、そこに入れていただいてですね、そこで、まあ、これは完全なボランティアですけど、まあ、なかなかあのやりがいもあるし、あのいい仕事だなと思ってます。そうですね、はい、あのなかなかね、あの世代によってあのそんなに、ね、小宮山先生とかだと若い方と直接お話しする経験ってなかなかね、お仕事のつながりでもそうはないです、なくなってきますよね。確かに会社だとですね、大体あの若い人はその上の主任さん、主任さんは係長さん、係長さんは課長さんで、課長は部長としか話さないとかですね、部長は役員としか話さないとか、なんていうんですかね、喋る年代が限られて、直接、ね、そう限られてくるんですが、あの、うん、これやってよかったのは、まあ、高校生もそうだし中学生もそうだし、いろんな人と直にこう話ができるというのは大変そうですね、反撃しました。特に若年生をその高校生だとか、あのネットトラブルだとかアルバイトのトラブルだとかってもう、ね、法律問題に直結することも非常に多いので、あのそういったところはあのやってて、ね、あのそれを未然に防ぐっていうこともあって、あのやりがい感じられるお仕事なんじゃないかなと思います。では、あの太田先生は何か具体的にあります？そうですね、一番印象に残ってるのは、あのなんて言うんですか、詐欺業者、桜、うん、なんて言うんですかね、なんか出会い系の詐欺業者に、あのどうやら出会い系じゃないな、あれは、副業詐欺かな、なんか今多いですよね、そういうネット系の、うん、仕事を紹介するとか、仕事を紹介するから、あのなんか先にお金を払ってください、登録料みたいなものそれをなんかすごい払っちゃった方がいて、で、あの騙されたということに気づいて、あの相談しに来た方がいたんですけどね、と最初はちょっとこれ特定、相手特定するの難しいんじゃないかなとか、どうなんだろうと思いながら、あのクレジットカード引き落としとかだったんで、あのカード会社に電話したり、その決済代行業者っていうのが間にいるので、そういったところにあの連絡して引き落としを止めてくれとか言って、あの業者誰なんだとあの言って、あの相手を特定して、あの、まあ、全額ではなかったんですけども、あのいいか、あのいいぐらいに回収できたときは、あのお客さんはあの大喜びして、あのよかったというところですね、まあ、まさにあのカバチを垂れてみたら、あのうまくいったっていう、すごい印象に残ってる件ですね。はい、ではあのそうですね、ま、特に太田先生はまだまだお若いで、あの今後あのね、まあ、まだ割と私あのこうやってレッグで講師やってると、あの20代30代のサラリーマンの方があのこのまま仕事、この会社で仕事を続けていくのはどうかねというところで、あの次のあのね、あの道として司法書士だとか、まあ、資格を検討される方っても非常に多いんですが、あのその20代30代で司法書士になるっていう選択ってあのどう思いますか？その企業に勤めてると、その企業でずっと勤めていけるっていう安心感ってあると思うんですが、司法書士で開業してると、そういったものっていうのは安心感が、だから組織に属してる安心感とはちょっと違うじゃないですか。そうですね、あのすごいあの開業する、勤務、あのサラリーマンする、どちらも一長一短というか、いいところと悪いところが
あると思います。でそうですね、まあ、どちらを選ぶのが正解かとかいうわけではないんですけれども、まあ、サラリーマン何十年やっていけるかどうかっていう視点で、今はね、そう、まあ、20代30代だったらというところですかね。まあ、指示を受けてやるのがすごい嫌だったんで、私はこれを40年は無理だなって思って、早期に開業を目指したっていうところがあります。では、まあ、ちょっとお時間も迫ってきましたので、これから司法書士、まあね、今日いらしている方、受験生さん、もしくはこれから司法書士の勉強を始めてみようかなという、その入り口に立っていらっしゃる方、さまざまな方いらっしゃるんですが、その司法書士にこれからなる方たちにメッセージをお願いできればと思います。では小宮山先生からお願いします。今、会社勤めの話が出ましたが、やはりこの仕事ですね、やってみて、まあ、一生懸命誠実にやるとですね、大変やりがいがある仕事であるということと同時にですね、なんていうんですか、まあ、言いにくいです、まあ、きちっとした生活が成り立っていくんじゃないかと、本当に始めて、まあ、1年、2年はともかく3年目ぐらいになったら、あ、こんだけお仕事もらえるんだなと思ってですね、感じてますので、これは決して定年後の二毛作人生だけじゃなくてですね、若い人も十分にやっていける資格じゃないかなと私は感じてますね、はい、ぜひ若い人もですね、定年後の二毛作人生を目指す方もですね、ぜひチャレンジしてもらいたいなと思います。では太田先生お願いします。私はかなり司法書士いいよいいよってすごい調子のいいことばっかり最初から言ってしまったんですけども、やっぱり受験勉強っていうのは合格するためには本当に覚悟を決めて、勉強時間もただ勉強時間を取ればいいというわけじゃなくて、質のいい勉強時間っていうのが大事だと思います。でなかなかそういった時間取れないよっていう方でも少しずつでもいいので、コツ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 続けられれば合格できる試験だと思います。でそうですね、これから先その弁護士がいいのか何がいいのか、社労士が儲かるのかとか、税理士がいいのかとか、そういったいろんな話もあると思いますけど、この司法書士じゃないとできない必要とされることっていうのは次から次へと出てくるし、なくならないし、逆に需要が増えていると感じてますので、ぜひ試験受かった後ですね、いろいろ情報交換させてもらえればと思います。はい、本日私も久々にね、コロナもあってこういったイベントなかなか組めなかったりもしたので、お会いできて貴重なお話をお伺いできて、嬉しかったです。二方とも、今後ますますのご発展をお祈りしております。本日は貴重な時間ありがとうございました。どうもありがとうございました。